国立競技場ご覧のように超満員です。来年のフランスワールドカップに向けて行われていますこのアジア一次予選グループ4日本ラウンド、いよいよ今日この最終戦日本対オマーン戦を直前に控えております国立競技場です。さあ今オマーンの国歌吹奏が終わりまして、いよいよ君が代、この君が代が来年フランスの空の下で我々が歌うことができるんでしょうか。台風8号の強い風を追い風にしたい日本代表チーム、さあ一気にフランスまで、まもなくキックオフです。外した、ブラジル優勝、ロベルトバッジを外してブラジルに4回目のワールドカップが渡りました。サッカー選手として 今の現時点でその一番大きな目標です。まあ、全てですよね。やはりここまでやってきた自分の全てだと思いますけど、はい、まあ、僕の人生の、まあ、サッカー人生の中で最大の目標ですし、まあ、最初はちっちゃい頃は、ね、夢の夢だったんですけど、それが、まあ、現実のも本当もう目の前に来てるなっていう感じはしてるんですけどね。FIFA World Cup 1998 France Preliminary Competition Asia Japan versus Oman。85年森日本がメキシコの太陽を垣間見せてくれ、93年オフトジャパンがアメリカへの扉に手をかけ、そして今カモイレブンがフランスへと導いてくれる FIFA ワールドカップフランス1998、アジア第一次予選グループ4日本ラウンド最終戦、日本対オマーン。日本サッカーの新たなる挑戦が次のステップへと進もうとしている。ドーハの悲劇、日本サッカーを愛する者全員が同刻した日からくしくもちょうど44ヶ月、日本サッカーの証を立てる時がやってきました。行くぞ日本、待ってるフランス、熱くサポート、クールにチェック。副音声担当はカビラ・ジェイト、ジョン・カビラです。カビラ兄弟です。トゥース、よろしくお願いします。よろしくお願いします。兄ちゃんいやー、やってきましたね。やってきましたね。日本の最終戦、風雲急をつけるこの天候のもと、ね、これはもう本当に満員ではないんでしょうか。素晴らしいサポートぶりを見せています日本の熱きサポーターたち。素晴らしい。本当に一時はものすごい雨と風で、そうでしたね、ちょっと謝られたんですけれども、みんな帰ってきました。びっしり埋まってますナショナルスタジアム。素晴らしい。嬉しいです。嬉しいですね。そしてなんとこの試合担当できること本当に嬉しいですね。誇りに思います。さあジョンさん、キックオフですよ。やってきました、スタート。いやとにかく前回は 1-0 でしたかね、ええ、それもオムラの、ね、右足のインステップ、はい、山口が噛んで、そうでした、ね、そのオンと出てきたところ、はい、オムラがズドンと決めてくれました。しかしその1点だけでした。虎の子を守りきってのオマンラウンドの勝利でした、ね、川口、井原、さあ今日もビシッと機能してほしいです。お、やってきました、来ましたよ。そうです、ご案内です。行くぞ日本、待ってろフランス、ファックス番号です。3497-9717もしくは9718、おかけ間違いのないようにお願いします。お待ちしてます。テーマがあるんですね。テーマは日本の自信、そして日本の不安、イケてる日本、いけない日本、日本の強さ、
日本の弱さ、これを徹底的に皆さんの主張を集めたいと思います、ね、そしてジョンさん、なんと集めたものを、はい、もちろんそのまま日本サッカー協会に届けさせていただきます。届けます、お約束です、すべて届けます。ぜひ送ってください、おかけ間違いのないように。さあ倒れてます。おっと、いきなり今見てませんでした、ジョンさん次です、それもデビューここです、したばっかりの初スタメン初出場、はい、心配ですね、ちょっと絡んでしまいましたね、担架が顔ですか、担架は運び込まれてますが、なんと彼そういえば、アトランタオリンピックでジュニーニョに肘打ち、またか鈴木、ブラジル戦でも流血、ね、さあワールドカップデビュー戦でも予選デビュー戦でも流血か鈴木、ちょっと手が入っちゃったのかもしれません、ね、かわいそうですね、初スタメンでドーンと出たところ、まだ開始して1分過ぎたばかりのような、そうです、2分も経たない、ね、でも立ち上がってますし、水でちょっと口の中をきれいにして、さあ登場です、今日がデビュー戦です、鴨さん鈴木使ってきましたね、はい、アトランタ組、これで川口、中田、そして鈴木ということになります、ええ、一時期道木も一時入ってました、はい、そうですね、鈴木に期待したいところです。さあロングボールを上げてくる、これが抜けてくる、おい、あ、これは今のはちょっと相撲技でしたね中村、はい、ダイーンって感じで飛びました。しかしこの正確なロングボールを上げてくる、このオマーン的中距、ね、中東的スタイル、はい、高さを見てみますと平均身長で日本が1センチ上回っています。176センチ、6センチですね、平均5万円、日本が177ということ、気になる、はい、来ましたね、来ました、川口、原、相馬、斉藤、中村、鈴木、デビュー戦です。そして山口、七海、平野、中谷、三浦ということになります。そうですね、さあ川口です、いや21歳になりました、そしてキングスカップでデビューでした、さあ井原、88年のドーハアジアカップがデビュー、もう切符はキャップが101数えます、はい、そして斉藤、中村と続きます。そして鈴木、初スタメン初出場、さあ日本が攻め込んでいるところなんですが、山口、実は井原に次ぐカモジャパンの出場回数が多い山口です、はい、40試合さあここでジョンさん、いきなり、フリーキック得ました、チェックです、さあファーストアタック、はい、そして相馬が上げる、わあ、向こうの6番がアルマズロイ、アルマズロイのカバーがちょっと早かった、早かったですね、リザーブがご覧の通りです、太いですね、太ももは今の、はい、見ました、独特の、はい、サッカー小僧的な、ちょっとロベカルチックな、いやロベカルは彼より多分10センチくらいあるんじゃないでしょうか、さあ上げて、おお、回して、ここです、星、いやーやったー、中田ゴー、日本先制、中田、前半4分ぴったしでした、素晴らしい、いやーいきなり来ましたね、いきなり来ました、前半4分、チョンさん、中田、いやここで来るとは、3点目、中田代表3点目になります、ね、もう一度こぼれたところ、これが山口ですね、ちょっと下に、いいね、これは意図したパスではなかったですねどちらかというとこれはシュートでした、これはシュート、でもよく叩きつけましたね、最近ちょっと不可思議組の山口だったんですけれども、まあ、結局永田がナイスポジション、永田、いいぞ永田、幸先のいいジャパンです。しかし本当にこの永田が入って日本代表また一つバージョンアップしたという攻めのバリエーションがかなり広がりましたね、ね、いろんな意外性のあるパスが出てきましたね、はい、欲しかったですね、そういう選手、おオマーンの、さあこれ難しいんでジョンさんお願いします、はい、アルギラニ、アルマズルウェイ、アルムハイ、アルマズロ、アルマフルーツ、アルマライ、アルマアマル、アルマラウ、ちょっと間に合わなかったですねそれにアルハイリーに、はい、アルブサイリー、まあ、そしてハッサンということになります。さあ攻め込んでいる日本、さあここでさあ、まあ、ここら辺からもうプレッシングでどんどん取りたいですね、もう全く機能させないぐらいな、ここに井原が上がっています、これはオフサイドがない、いやオフサイドでした、やっぱり
相手がフルに機能しているまだ体力が 120% ある時にどのように、攻められるか、あるいはどのようにして相手を疲れさせるか、そう、見たいですね。逆にあの正面切ってぶつかり合うことはありませんからね、ボクシングの試合のようにフルの打ち合いはする必要はないという、ないでしょう、余裕を持った攻めが見たい日本。さあ平野に当たって、ここに山口、あのサッカーの申し子山口、ここに斉藤、井原に次いで山口のこの鴨監督の起用多いんですよね。40試合目さあ来た来た、おっと右サイド狙いましたね、浮き球、これは七海の左足のパスでした。さあここでもう一度ファクス番号をお伝えしましょうか。ファクス番号をお願いいたしましょう。はい、わかりました。はい、いろいろな、日本の地震、日本の不安などなど、熱いメッセージを送ってください。つけてください。ファクス番号3497-9717と3497-9718、ガシガシにお願いします。そしてインターネットのメールも受け付けております。スポーツアットマークテレビ朝日 COJP ということになります。テレビ朝日のホームページをご覧になっていただければ、より詳しいフルアドレスをご紹介しております。アクセスができます。さあ、さあパスに渡って、中田のスルーパス見たい、でもこれは繋がりますね。間に合う、間に合う、まだちょっと平野一瞬ペースダウンしましたが、ここでは上がりません。平野結構、ね、スピードがあるから、あのちょっと今局中、なんかちょっとギア落としちゃいましたけどね。結構あのどんどん自分から前半突っかけていって、あの勝負しに行くっていうのはいいんじゃないかなと思います。はい、積極的に攻めてほしい、平野、とにかくどんどん自信をつけてほしいですね。さあまたフリーキックです。コーナーキックですね。あ、ごめんなさい、何言ってるんでしょう。J コーナーキックです。さあカズから、カズが上げて、これは直接オーバーネット、直接行くかと思いきや、これはどうなんでしょう、狙ったのかな。イメージングはあるんじゃないですか、ね、A マッチ76を数えます。今大会10得点、これはカズコール沸き起こる国立競技場。しかし本当毎回思うんですけど、このウルトラス日本素晴らしいサポーティング、本当熱いです。もう総立ちですよ、向かって右側のゴール裏、左のゴールマンもみんな総立ちです。さあカズコール、さあさあ、このゴールキーパーが前回オマーンランドでは出ていなかった、負傷して出ていなかったという1番のアルギラニですね。188cm あります。まあ、彼もどんなものか、お初ということになりますが、どんどん早速決められてしまいましたね。はい、どん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 彼を苦しめてほしいです。さあ今日のプレースタイル、やっぱり3バックへ来ましたね。3バックですね、井原がまあ一番、そこにいて、そこ、あのそして鈴木と、そしてこの斉藤がその前にいるということですね。だから361でいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。順番を徹底的に厚くしてプレッシングからボールを拾って攻めの多彩な技を見せたいというスタイルなんですが、ね、さあその多彩の一つくさびを作る中田、結構中田のこの厳しい速いスルーパス好きです。七海とはまたちょっとそうです、ね、ペースが違う。七海はどちらかというと相手にあの優しいパスなんですけど、あの安全な、そうですね、あまりリスキーなパスじゃないんですけど、中田はどん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 中田が低くても厳しいパス、うん、スルーパス出してきますね。まあ、逆に言うとその中田のセンスを分かってくれる、中田のその速い、その低いというパスをトラップできるという選手が必要になってくるわけです。ちなみにこの人は川添浩一さんです。私たちではありません。そうですね。私たちはスタンドの中に、私たちは、はい、ブースの中にメインスタンド上の方から放送しております。さあ、ん、これはファールスローだったんでしょうか。これはもったいない、これはちょっとボンミスですね。さあ1点取った後の日本の攻め、それに特に今日見てみたいのは右サイドからの攻めです。左サイドというところはそうですね、相馬選手かなり角度の高いセンタリング、そして七海選手とのうまい絡みというものがあるんですが、はい、今のところ右サイドの開発を見たいというこのゲーム、はい、今日風がすごいですね。それにしても旗を見てみると日本は風上になりますね。風上になるんですね、かなり皆さん向かって右から左に強い、さあこういうボンミスからインターセプトされて、オマーン、さあまたロングボールでしょうか。雨に慣れないというオマーン、さあそこで止めちゃおう、止めちゃおう、 OK、
あの一説にはそのオマーンは試合を延期してほしいというような話もあったようですね。すごい雨でしたからね。なんとあの交換式のスパイクほとんど履いたことないと、まっさらなそのスパイクで戦う、もしくは式の、ずっと戦ってたんですよ。豪雨の中では戦ったことがないというオマーン。もちろんホームアドバンテージのあるジャパン、そして天候もまあ、日本に組みしているという状況なんですが、今中田のアイデアは分かったんですが、こういうクールな余裕を見せるプレー応えてくれる選手がいるのか、はい、しかし、オマーンの監督のクロアチア出身の、はい、アブラモビッチ監督、まあとにかく大量得点は無理かもしれないけど勝ちに行くと、とりあえず、まあ、10点を入れないと日本に勝つと、はい、10点を狙ってますと、ほらこういうシュート半端なロングシュート来るよ、ロングシュートが来るよ、来るよ、打ったのは11番アルハイリー、やっぱそのロングシュートも怖いですね。なんか一発すごいのが出そうな感じするじゃないですか、こういう身体能力の高い高いですね、シュート勢というのは、そしてそのドリブルもなかなかこの足元で常にこう吸い付いた形でドリブルを決めてくれるという中東勢、そして以前はそのブラジル、はい、要するに南米のスタイル、ブラジルの監督のもと、いろんな監督がね、そう薫陶を受けたということで、そのヨーロッパのテイスト、そして南米の技、はい、こういうところを織り込めるオマーン、さあ集中的に山口倒されました。まずいな、これはちょっと最後倒れた時のプレーになんとなく顔を狙ったような、ちょっと見てみましょうか。これで倒れます。ここにまた尾が来た、おいおいおい、やるのかこらみたいな。しかしその倒れた後にまた滑り込んでくるというのは、ね、これはカードものでしょう。しかしジョーさん、これ最終予選こういうのが当たり前に当たり前ですね、やってくるというのは怖いです、はい、当然ジャッジングは厳しくなりました。しかしえぐい削りきます、最終予選、はい、怖いですよ。ただそのえぐりをまだ経験していない、若干何人かいるんで、はい、行きさあいいボールだ、バックヘッドカズ、トゥルーンと今の頭部の上を、ちょっとでも今単発ですからね、摩擦係数がちょっと、はい、あったのかもしれません。カズ特にまだ濡れてますから、いい滑りだったんですけれどもね、キーパーの技の方が上回りました。落ち着いてイメージングは素晴らしいんじゃないでしょうか。さあコーナーを得ました日本、これで3回目のコーナーになります。そうです。さあこういったリスタート、セットプレーで点を決められ、さあ平野低い弾道で決めてくれるか、いい感じで来た、舞い込んできた、巻いてギアラがここ、キーパーがここ上がってますね。どうでしょう、あまり慎重にガチガチに守るというニュアンスがないですね、日本。いやいや日本割と積極的にみんな上がってきてますね。どんどん攻めるというこの攻めのパターン、さあ数ありでしょう。どうする、これはモロにオフサイドですよね。おいおいおい、おっとちょっとまたつまらない、これはこれちょっと足払いあったような、どうなんでしょう。いやいや、もともとこのプレーが、まあ、これは中田がね完全にオフサイド。ここにまた七海ですね。この後がちょっと見た、あ、この後来た、ガシッと来て、おい、この左手なんですか、ジョンさん見ました、見ましたね、ゴールキーパーアルギラニの左手、しかし実績に体重かかってきたのはアルギラニの方でしたね。上から七海が降ってきたという状況、ちょっと痛かったな、もしかしてアルギラニの方かもしれない、キーパーの方かもしれません。斉藤の無難なクリアです。しかし本当、これが今日のシステム、やはり361という361ですね。こうなると相馬、中村が、後ろに斉藤、鈴木がいるんで、まあ、サイドアタックがちょっとかけやすいという利点はありますよね。ドン打ってきます、まあ、だからこそちょっと右サイドの展開を見てみたい、見てみたいですね。なんか新しい、あ、こういう攻撃パターンででも、点が取れるのというのを見たいです、ね、そうですね、いろんな試み、まあ、1点を取って、まあ、切符のかかる試合ですから、はい、もちろん試みというような、軽い態度では望めないんですが、確か先日の、さあ抜けて、抜けたか、これは間に合うかクリア、ラッキーな転がりでまたコーナーキックです。確か先日の、日本代表の練習はカモカートでちょっと、秘密練習で、昨日は川崎の NKK のグラウンドで、ね、秘密練習を行ったということなんですが、ね、何か、
練習終わった時ごっつえ練習ができた非常に感触いい印象鴨監督言ってたんですけど、それが出てくるんでしょ。大きくファーサイドへ、またコーナーに逃げましたアルギラン。中東のキーパーはこういうブラックパンツが多いですね。キーパー多いですね。私はカンフーパンツと私は呼んでるんですけどどうなんでしょうね。なんかこの後のなんかまたダイビングがちょっと待ってください。また笛があってちょっと小競り合いがあるようです。ちょっとゴールマウスの真ん前、さあ笛が吹かれて、もう一度狙うのか。ゴール前いい感じこぼれたか。ディフェンダーと交錯してしまいました。とにかく今日ゴールキーパーのアルギラに忙しいほどでしょうね。なってほしいですね。なってほしいです。どんどんなってほしいですね。そしてどんどんあのなんか悔しがってほしいです。ゴール突き刺さってさあこういったのをしっかりやっとこう。おっと、いやこれはアウトにはなりません。なんか気合い入れてきますね、オマーン。ただちょっとやっぱり横への展開があまり見られないオマーン。やはりこれは濡れた芝を嫌ってあまりドリブル、そして細かいパスを試みないのかオマーン。一点背負っているオマーン、先行している日本です。 1-0。 さあ鈴木からイアラ、ある程度一番そこのラインでボールを回して、そして前線にどんどんずらして、このスルーパスです。おうまくトラップできた。さあ切り込んで上げる、ここに待っているのが相馬。ちょっと走り込みすぎたが、やっぱりこれネパール戦でも、はい、このセンタリングの精度のちょっと低さがかなりあったんですけどね。そうだから特にセンタリング、特に右サイドからの攻めに確実さが欠けるという日本、かなりイージーなミスがあったんで、ぜひボンミス、イージーなシュートミス、これはちょっと抱えてしまったか平野、ね、はい、オマーンラウンド、そしてこちらの日本ラウンドの結果が今出てますね。とにかく無失点ですからね。今日川口がまた、無失点試合を記録すれば松永選手を抜くということになりますね。ぜひ完封で、ね、いい形で勝ってほしいんですけど、あ、オフサイドトラップをかけましたが、これは大事には至らず、さあ数に、これはちょっと 50-50 ボールが多いという展開ですね。さあ相馬が追ってどこに、あと繋げる、ちょっと数届かないか。どうぞ早速、ファックスいただきましたね。あ、これはですね、皆さんぜひお名前を、そしてご連絡先を書いていただければと思うんですが、フランスへの自信、なんといっても選手が一生懸命であることを見ていて清々しい、まさにその通りです。日本の不安、何も分かってない一部のマスコミが変に煽ったりすること、んマスコミの方々にはもっと勉強してほしい、はい、選手はそんなマスコミを無視する強さを持ってほしい。なるほど、警鐘を鳴らされてますね。日本の自信、日本の不安、いけている日本、いけない日本、日本の強さ、日本の弱さに関して皆さんからのご指摘、ファックスでいただいております。ファックス番号3497。ちょっとクールになってほしい鈴木、もう一度お伝えします。ファックス番号3497-9717、そして3497-9718です。さあおっと、これはかなり交錯しました。怪我だけはなんかしてほしくないな。本当に、まあ、この後少しブランクがあるということで、さあオマーンはこういうセットプレーをものにしないと、あ、なんか嫌な感じのなんか、これは相当危ないシーンでした。なんか、まあ、サイドは違うんですけど、嫌なショートコーナーのセンタリングハッサン感じがしましたね。1対0日本リードしてます。プリミナリーコンペティションアジア、カズさん、メガビタ売り切れです。日本しかありません。よし、じゃんけんだ、メガビタ。ポン、後出しで負けてくれた。さあ飲んでくれ。瞬間ダミーチャージ。間違えた、メガビタ。いつの日本、待ってろフランス、熱くサポート、クールにチェックしましょう。さあ先ほどちょっとドキッとするようなヘディングのシーンがあったオマーンなんですが、ことなきを得ています日本。さあそろそろなんか、なんかシャウトしたいぞという感じがするんですけど、そうです、シャウトさせてください。
日本にぜひ熱いプレーを見たい。行くぞ日本、待ってろフランス。副音声ジョン・カビラとカビラ J のカビラブラザーズが担当しておりま ります。こちらを選んでくれて感謝です。感謝です。さあさあ、うん、おいしかし数的優位はある日本ディフェンス陣。これは大丈夫でしょう。今の抜かれたらもうこのようですかね。さあ中田に渡って、これワンタッチ、ワンタッチいいですね。これは井原です。そこからどうするんでしょう。さあなんと今回は中田に渡って、来たこのスルーパス、ちょっと厳しかったですね。そっか、中村のディフェンダーの前に、走り込むと思ったんでしょうかね。今スルーパスちょっとイメージしていた中田でしょうが、今日はなんといっても中盤6人ですから 3-6-1 という布陣の日本代表、はい、いい形での攻め、あるいはまた新しい形での攻撃パターン、特に、はい、特に見たいですね。もう耳にタコができているというご指摘あるかもしれませんが、右サイドからの展開を見てみたい。早いチェック。これはオマーンサイドのファールです。10番165センチという小柄な選手ですが、10番を背負うのはアル・アラウィです。このロングボールからこれは中田に届く。しかし雨のピッチ、ね、濡れてるからちょんとこれはバウンドがバウンドしてしまいますね。コーンといってしまいます。しかし本当にクールな中田、いろいろ中田デビューはインタビュアーが熱いメッセージをこう引き出そうとするんですけど、はい、別に何もないですとか、ワールドカップ予選だからといって別にというこのクールな、うん、ドライな、でもあって自分をこう集中させているというか高めている彼の一種のこうなんかスタイルというかメソッドのような気がするんですよ。ドライなことを言って逆にフィールドでなんかこう勝負をするアピールをするという、まあ、それとあとはやっぱり僕らの反省も必要だと思うのは、その同じような質問をいつも同じように聞いていくという、ね、どうしてもなんか必ず頑張りますとか、そういう頑張ってほしいというね、そういうなんか熱いメッセージをいつも聞きたがる、まあ、私たちなんですけども、そういう方とにかく機能してますから、フィールドで結果を出してますからね。はい、それだけですから。それだけです。フィールドで仕事をしていただきたい、全て、そしてそのサッカーをしている自分を証明してほしいという、もうそれだけですね。さあかなり厳しい体勢から山口中田と来て、七海と当たったんですが、これは捉えてしまいました。あ、怖いですね。今のも今のもなかなかいいスルーパス、怖いですね。雨のピッチが幸いしたという感じですね。しかし山口そして、中田和かなり、ボディチェック厳しくされてますね。はい、さっきからなんか山口ちょっと削られてるんですけど、ね、もちろん山口七海という選手、まあ、当然山口はボランチですから、はい、かなりガツガツ。さあ、さあここから何か見たいですね。さあ中田ちょっと遅かったか、オマーンに取られ、しかしパスコース、しかしこういうパスコースをちゃんと殺すように飛び込んでくるからね、中田は。ディフェンスもしっかりするんですよ、彼のやっぱり良さは。その攻撃だけじゃなくしっかり走って走ってさあ、ちょっとこういう中に戻すというのはこういう危険性があります。オマーンに渡ってしまい、さあこれ怖い。3番のアルマフに渡り、さあ真ん中に来て、これがシュートのつもりだったんでしょうね。まあヘラチコシュートでしたけど、ちょっと崩されかかりましたね。ちょっと気味ですね。怖いですね。はい、むさあ、いや、カンパンチェックですね。はい、川口がプレース、いや本当今日入りましたね。ジョンさん超満員ですね。熱いですよ、熱いですよ。ちょっとこれは川口のパントキックには定評があるんですが、ちょっと横外れてしまいました。さあまたファックス来ました。いただきました。熊本市からいただいてます。お名前残念ながらないんですけれども、常にゴールに向かってプレーするストライカー、それが今日本に必要なのだ。数も素晴らしいけれども、彼はストライカータイプではない。これはなかなか大胆なご指摘、二次予選突破のためにはぜひロペスを代表に入れてください。いろいろ彼の帰化申請状況、ね、噂が出てるんですけど、間に合う間に合わない、いろいろ出てるんですけど、なんともこの時点では私の知る限りではちょっと微妙のようですね。なるほど。先日セリジョさんに聞いたらいけるんじゃないかと。夏にはもう、お今のはちょっと危ないプレーでした。怖いですね。鈴木、怖いですね。そして川口、
押されてるよというアピールする鈴木なんですが、これは当たり前、アトランタの、ね、レベトをマークした鈴木です。ガンバリアのスピードもある非常にタフなディフェンダーです。まあ、1対1には自信を持っているという鈴木なんですが、この鈴木をこの最終戦、まあ、日本ラウンド最終戦に本当鴨監督が使ってきたというのはやっぱりテストという意味も当然あるんでしょうね。どうなんでしょう。さあ巻いてきた、危ない、これは危なかった。ちょっと川口かぶりそうだったぞ。おいというよりもあの走り込んできた、走り込んできたの2番をですね、アルアライミ誰もマークしていない、これちょっと見てみましょう。ここでほら、あ、ちょっと後ろになってましたね。そう、相馬がちょっと後ろに、これが川口が触っていなければドンピシャの状態。さあコーナーキックは いい低い弾道で送り込んできます。相馬これはオフサイドトラップしなかったですね。しませんでしたね、今のは。しました。おっと、はいはいはい、ラッキー。取ってくれました。山口、体を張ってのヘディング。この10番、先ほどから、アル・アラウイ、17歳なんですよ。はい、この10番。若い選手です。若いです。2002年に向けた強化という解釈も成り立つほど、若い選手を得てきているというオマーンです。年齢ちょっと不詳の選手が何かいるんですけど、17歳、2人いますね。そして22歳、3人。いや、しかし今のところそのオマーンの囲い込みが功を奏してインターセプトされ、ここへ抜けてくると怖い。しかし拾い出してきている、拾い出してきているオマーン。はい、サンキュー。さあ、このボールを取ることができない。これはファール。数がここに来ていいでしたね、やはり。うん、これは微妙なところなんですが、ちょうど審判の目の前だったから取られましたね。さあ横に流して3番のアル、これは15番です。こういうのはね、どのロングボール狙ってきますね。さあ中田、さあ慎重に、これが届く、いいですね、いいですね、これが届く。さあどうする、この後。さあ平野、この後右サイド、素晴らしい、下、これは中村、中村慎重に決めろ、決まらない、バイン。これはちょっと厳しい、ちょっと焦ってしまったか。当たりましたね、ジョンさん。当たりました。どうしたの、コース消されたかな。どう、いや、インサイドでどうなんでしょう。まあ結果なんですけど、思いっきり来ましたね。ドンピシャど真ん中行っちゃった。キーパーに渡すがごとくのシュートでした。なんかシュート練習的で、はい、的だったですね。ちょっと残念でした。中村決めなきゃいけませんね。これはジョンさん、どうですか。こういうところを決めないとチップは手に入らない。特に二次予選、そんな取れるところありません。確実に取る。はい、必ずです。さあ平野が上げて、まあ、この後はえぐってきた、当てたがこれはアウトです。鈴木秀人じゃないですか。鈴木ですね、左足強力です。 A マッチデビュー、初出場、初スタメンの鈴木、絡んでほしいですね、得点に。さあまた矢渕さんからいただきました、ファックス、ありがとうございます。横浜青葉区お住まいの方、高木城、大村、そしてもちろん小倉、復活する日を心待ちにしている、まさにです。手術は成功したという情報でしたね。グレートです。グレートです。キリンカップでもたびたび見られた決定的な局面での不可解なジャジメント、何が起こるかわからない国際試合、まさにそうです。取り返しのつかない事態だけは起こらないことを祈りますということなんですが、魔物が住んでいるワールドカップ、ね、ピッチには天使と悪魔が共にどっちをつけるのか、住んでいます。こっちに。さあだからこそワンチャンスを大事にしてほしい。さあこのカズの、このね、背中に背負った時、この振り向けるかの見えないか。さあ2人を背負ってうまくパスが出た。さあここに間に合うか。相馬のミラードサイド、ワンツー狙ってきましたね。狙ってきました。ちょっとこの最初の3歩がもうちょっと早い、でもこの左サイドでの、カズ、そして相馬のワンツー、今のような形はあまりなかったですね。いいですね。だからこうやって押し込まれた局面になると、そこにいるという人たちが機能しなければいけないわけなので、ね、バックスだろうが何だろうが機能する。ガンガンにこのキックのチャンスがあるんですが、さあここで、さあ山口得意のまた、これはオフサイドでしたか。また上がってますね。また山口中田のホットライン、しかし今のは山口はちゃんとイメージしたというパスでしたね。先ほどのあのシュートミスではなくて、はい、あのキリンカップでも数のシュートありましたから、クロアチア戦よく見ると実は立ち足シュート的な、そうでした、はい、まあしかしゴールの中に入れば問題はない。そうです、
ゴールは入ればいいんです。そうなんです。さあやっぱりどんどんロングボール来るな。どんどんこの11番アルハイディに合わせてきますね。ただオマーンは先ほどもご紹介しましたが平均身長日本よりちょっと低い、はい、31分を回ったところですがちょっと低い、フォワード登録されているハッサンが180、あとは前の方にいる選手は70代前半だったりするの で、これは二次予選の例えばサウジとかイラン、はいはい、大きい選手ですからね。まあ、イラクはちょっと今カザフスタンアウェーで破らないと出ることができないというイラクになってますんで。しかし大型選手が多い中東、うん、こういうトラップ。さあ中田その後です。さあ相馬、おお、いい感じ。ななみよく見てる。相馬が空いてる。さあ相馬のちょっと50-50、相馬の左サイドのズドドドドドっていうあの上がり好きなんですけどね。好きですね。走り方が気持ちいいですよね。何か起こるという予感を感じさせてくれる相馬の。さあワンタッチ、そう素晴らしい。あやばい、中田やばい。いや大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、すぐ立ち上がる。すぐ転ぶ、誰かとは違う。さあここもうちょっとマイナスに入っていたらというところでした。面白い、もしかして左のアウトサイドですか。ななみ、そうですね、左のアウトサイドで、左のアウトサイド。ちょっと見てみましょう。結構難易度 DX ですね。非常に難しいね。これなんとなくアトランタを彷彿させる、ね、アウダイールとブラジル戦なんかね、キーパーにぶち当たって。さあ、あいけません、このバスミスはいけません。素晴らしい。そして早めのチェック、いいですね、早めのチェック。さあいいです、ね、しかしここでチームメイトのミスを他のチームメイトが、これを拾ってほしい。これが拾われないと、うん、さあここで立ち直してほしい。1人走り込んでるぞ。いいイージーキャッチ、問題ないですね。16番180cmのハッサンが走り込んだ後、平野さあ平野いいですね、トラップ、よしいいぞ、取り持ちトラップ。さあ押されている、でも突進するだけではダメ。ここにね、ここに問題をちょっと見るんですよ。どうなんでしょう、はい、要するに突進、まあこうやって非常に厳しい倒れ方があるんだけども、この問題、はい、後で次にちょっと追求しましょう。はい、プレミナリーコンペティション、アジア。さあ行くぞ日本、待ってろフランス、熱くサポートしてクールにチェックです。そのクールにチェック。さあ平野、来た平野、もう一度見せてくれる。先ほどは単に突進した。また同じ形か。供給するところがいないのに突進する、緩急が見たい。どうなんでしょう、わかります、緩急が見たい。ヘッドアップできたんでしょうか。さあジョンさん、実はですね、あ今皆さん行くぞ日本、待ってろフランス、パクスマンもこのようになっております。メッセージお待ちしております。日本の弱さ、日本の強さ、日本の不安、日本の自信、この方に伺いましょう。もしもし、もしもし、津波さん、さん、はい、こんばんは。津波さん、怪我の方は大丈夫なんでしょうか。なんとか良くなってきました。もうジョギング始めてます。いやー本当にあの忙しい中時間割いていただいてありがとうございます。もう暑くなってます。おまん汚ねえなこいつら削ってくるね、本当に。もう来てますね、プレーの後肘で触れたりね、やってますね、やってますから、やってますよ。ここは絶対挑発に乗ってね、警告は出さないでいただきたいけども、ちょっとあの鈴木がかなり熱くなってますね。はいはい、これですね、二次予選考えてここは無駄なことはしちゃいけないが、はい、こういうところ、こういうところ、はいはい、ここですね。いいのよ、ドンとちょっと熱くなってます私。いいです、いいんです。どうなんでしょう、この日本の自信、最初のあの素晴らしい、まあ、山口はミスキックだったんですけれども、はいはいはい、あの中田が素晴らしいポジショニングでゴール。中田ゴール落ち着いてました。あのヘディング結構難しいですよ。ねえ、もうゴールのチャンスっていう瞬間に硬くなって、ね、意外と首振っちゃって、当たっての方向にボールが飛んでいくってよくありますから。はい、中田ですさあ、あれ日本のチャンス。それもさいい感じですよ。平野がいい感じ抜けて。これをしたんだ、鶴山さん、今のは数が、ね、流れた、サイドだった空いたスペース、平野、よく使ってますよね、そうですね、今のシュートというよりも、この巻いてくるボールで数へという感じだったんでしょうが、鴨さん、笑いが入ってましたね、今、ねえ、さあ、これ、これがオマーン戦の、ホームランのゴール。はいはい、ホームランも早く直してほしいと。でも津波さん、今回日本代表3-6-1でね、はい、中盤固めて数、ワントップにしてるんですけど、はいはい、どうですかね。まあね、中東とやるときにはこれも一ついいんですけど、はい、なんかゾーンプレスのやりかやりにくそうな感じは今日は、ね、いつもこの辺この辺がガンガンと入っていくけど、もうちょっとそれが今一個
ね、うまくいってないの感じしますけれども、まあ、とにかくこの361でも、私一番ポイントだと思うのは両ウィングバック、はい、ウィングバックと名前付けられるとですね、ついつい攻撃に気が利きがちですけ ど、 あ、なるほど、ウィングバックでありながらこの2トップを抑えるそのストッパーのサイドのスペースを助けるんだぞという気持ちがなければダメですよね、はい、なるほどね、自分の役割分担をしっかりウィングサイドバックと名付けさせていただきましょう。ウィングサイドバック、はい、いいですね。しかしやっぱりこの課題は右サイド、なかなか崩しきれませんよね。そうですね、ね、中村も結構いいタイミングでさっきね、まあ、はい、今日は先制点を取ってますから非常にチャンスはいくらでもできるでしょうけれど、はい、はい、ありました。ガーセン中村シュート下手です、うん、おっとでも津波さんどうなんでしょう、日本の自信そして日本の不安ということで、ご覧になっている皆さんからもファックスいただいてるんですが、はいはい、津波さんの日本の自信日本の不安は、まあ、そのベースになる、ね、そのゾーンプレスのディフェンス、強固なディフェンスというものはもう完全に出来上がってますから、はい、それほどもこれ自信として持っていただいてもいいと思います、はい、それからその不安の部分はね、皆さんがおっしゃるようにやっぱり攻撃、その引かれた時にどう崩していくかということなんですけれども、はい、いろいろコマの、ね、その質のいいコマ中田が入ったりですね、いいですね、非常に期待できる選手が増えてますから、はい、その選手たちが 100% のコンディション、そのモチベーションを持ってですね、最終予選にそれぞれが一番いいプレーをし出せれば、うん、そうすればですね、サッカーというのはバランスよく進んでいくもんですから、はい、それを期待しましょう。わ、はい、ね、かりました。最後に津波さん、最終予選を経験している津波さんですけど、最終予選とはどのようなものなんでしょう。そうですね、最終予選はですね、紅白歌合戦のカラオケボックスでうまく歌うやつがですね、はい、紅白歌合戦のプリミス歌ってもいきなりは歌えない、うん、なるほど、持ちながら臨まなきゃいけない試合ですよね、はい、それだけプレッシャー半端じゃねえと。半端じゃないですよ、いろんな意味での。お、来た来た、わかりました、わかりました。様々なプレッシャーがありますよね。うん、いろんな意味でその例えばそのホテルの食事のアレンジから、はい、そのバス の、ね、その待ち時間とか、そうですよね、いろんなところでいろんなプレッシャーがかかってきて、なるほど、フィールド上だけじゃないんですね。これフィールド上だけではないですね、本当そうですね、ことの方が大きいですよね。なるほど、これで歴史を変えるんだというその自分たちへの何ですかね、はい、期待みたいなものが、はい、あの全国民の期待みたいなものですね、はい、最終的にはやっぱり精神、勝てば、はい、教会から多額のボーナスがもらえるとか、ええ、そんなものまで入ってくるとですね、うん、普通通りにはいらんなくなるんですよ。多分この8番以外は大丈夫でしょう。これ8番は大丈夫でしょうけどね。こいつだけは。わかりました。後ほどまた伺いますので。はいはい、どうも津波さんありがとうございました。熱くサポート、クールにチェックお願いします。はい、痛いです。気をつけてください。いや本当に1日も早い回復、津波さんね。ええ、お願いします。はい。一部テレビ情報誌ではここに座ってるはずなんです。津波さん、ええ、だったんだよ兄ちゃん、はいはい、ちょっと待って集中して見てみましょう。おっと、怖い怖いぞそこに。あー、行ってくれた。大丈夫大丈夫大丈夫、はいはいはい。いやー、今斉藤がちゃんとフォロー行ってくれたんですけど、鴨さん、うん、冷や汗でしょうか。さあもう少しで、40分になります。突入です。理想を言えば3対0完封ですね。しですね。この斉藤も非常に、冷静な、うん、はい、戦術理解は非常に高いという印象です、ね、さあ平野に行ってつなげます。これが相馬。いやー、危ね危ね。うん、結構突っかけてきますね。うわ怖い、うわ行って、50-50ボールが本当に怖い。あ、お見合いをしてる。誰が行くんだ。いや、クールに、クールです、クールに行こう。鈴木これはやばいです。これ確かにね、なんかひどいことしたと思うんですよ。もうここで挑発に乗っちゃいけません。これ最終予選必ず突っかけに来ますからね、まあ、何でもしてきますからね。後ろから蹴ってくるんですよ。ほら、うわ、ええ、これは怒る。でもここで、ここでね、こう以前蹴り入れちゃってレッドカードっていう場合がありましたからね、あの日本代表の選手、ありましたね、あるゴールキーパーでした、ね、はいはい、本当一番冷静にならなきゃいけない、ディフェンス、ディフェンス陣、危ないです、はい、相手にイエロー、ちゃんとこういうジャッジングがあるんで、しかしこれが逆パターンだと怖いですね。絶対にイエローもらってほしくないですね。特に井原、井原、100試合目、記念する試合だったんですが、あ、そうですね、さあ、これはつながる。見てますカズ、いい感じ。さあ中村、中村、先ほどのお目をこっからが、こっからが、残念です、うん、
中村は前回左右できる非常にユーティリティの高い選手なんですよね。あと体力面ではものすごいのがあるんですけど、ただそうですね、個人的にその極地極地になった時にその一人でこの抜いていく、まあ、切り開くという、イメージはないですね。そうですね、まあ、適材適所それぞれのタレントを考えて鴨さんは布陣を組んでいるわけです。オマーンランドでは柳本、はい、ちょっと怪我がそうです、ね、出てたんですけど、この右サイドたたってるんですが、さあちょっとなんとなく日本の怖いですよ。残り時間いいチェイシング、いいチェイシング、中田のいいパスから、パスが内側走り込んでドンピシャー、これはジャストミートせず、いい、ね、前走り込んだんですけどね。ナナミもでもよく見てますね。これでこのアウトサイド泣かせるな。しかしこれでそれほど右で蹴らないのかという気もするんですけどもね。ここまで徹底して左なのか、まあよほどやっぱりいいものを持ってるんですよね、左足。さあチェイシング、さあ抜けた、はい、さあ抜けた、はい、2対2、2対2、中田が抜けた、ちょっと長い、ちょっと遠くなったか、どういうボールを上げるか、中田、さあふわりと上げて、平野に届きませんでした、時間あったんですけどね、もう一人、なんか、もう一枚、後ろからロングシュートっていう、ロングシュートを狙えるという、一人欲しかったですね、さあ、相馬、これ、早めに、早めに、OK、相当走ります。中田を映ってます。ミドフィルダーはこれはまあ FIFA が調べた数字なんですけども、はい、ミドフィルダーは11キロぐらい走るんですね、1試合に。しかしフィールドにはもう一人それより長く走る人がいるんですよ。もしかしてレフリーだったんですね、ですね、はい、12キロ、ものすごい厳しいんですよね、適性検査が、身体検査、はい、あるいは運動能力検査、はい、審判本当大変ですよ。スプリント能力、そしてもちろん持久力ということで12分間走決まってるんですね、クーパーですね、はい、さあここ誰になんでしょう、当然まあ中村だと思うんですけど、こういった、パスの精度、試されます、いいもの、みたいですね、はい、さあでも本当に決定的なシーンはまだ与えていないといえばいないんですけど、まあいや、そのコーナーキックからの、コーナーキックからの、ありましたね、低い弾道で来た、ありましたね、シーンがちょっとヒヤッとしました、しました、ね、さあもう44分、1分を切っています。とにかく前半は0点に もちろんなんですけど抑えてほしいです。あ、これいいですね、おいいね、いいね、インターセット、さあここに走り込んでくる、走り込んでくる、やっ言いたかっ たんですけど、2本目惜しすぎる、今ね一瞬カズに迷いがありましたね、カズに間を通すか、ここでウッドどうしようか、あダメだった、ドイン、真正面が多い、さあオマーン走り込んでくるぞ、さあチャンスのアリピン、しかしこれはチャンスもします、いい、はいはい、中田インターセット、中井切り込んでどうする、いいですね、いいですよ、さあカズに渡ってネコンマタギフェイントが決まるか、機能するか、ここで結局これかよ、うん、さあこの列からの どうしたんでしょう、攻めが欲しかったんですが、ちょっとボールを見失ってしまったか、これはちょっと相手一人だから大丈夫ですけど、大丈夫でしょう、まず一人で今のいっちゃっても面白かったかもしれませんね、うん、左足でドン、そうですね、さあ日本コール、もうインジュリータイムに入っています、中田何度見てもちょっとマイク・タイソン系入ってるような、似てますね、明日ホリフィールドとの対戦を控えている、ちょっとそんなこともいいんですけれども、さあもうロスタイムです、ジョーさん、これはちょっとリスキーな、こねくり回すことはなく、とにかくポゼスボールをキープですね、ボールをキープということですね、うん、オッケー、これは流しますね、レフリーは。さあハーフタイムでもいろいろファックスを紹介したいので、もう一度ここで、テーマ、そして日本の自信、日本の不安、いける、いけてる日本、いけない日本、いけてない日本と思います、日本の強さ、日本の弱さ、皆さんのご指摘、テーマに沿った主張をぜひぶつけてください、3497-9717、3497-9717、もしくは9718となります、お待ちしてます、さあ
かなり。おお、これはしかし取ってくれないでしょう。今日の審判は、スプーラ、スプラアニ、スプラアニマムさんですね。ですね。出身マレーシアの方、マニアム、マレーシアの方です。はい、インターセプト、はい、今のはしかし、さあここで吹いてくれたか、はい、ここで取ってくれた、ここで取ってくれた、さっきのごめんねって感じのポイントでした。よくありますね、よくあります、審判も人の子です。さあこれはレフリー終了間際、これものにしたいですね、割と今のはい、うまい、この空港鋭い、鋭いぞ、アルギラニ先ほどから好セーブというよりも、まあ、直接打っちゃってますからね。オマンの中では確実にエース、まあ、正キーパーですね。まあーーまあ、1番背負ってますからね。1番背負ってます。間違いです。これ決まった。うーん、最後は外側ななみ。今のはおそらくスペイン語で、いやポルトガル語でしょう。そうですね。彼は、はい、ポルトゲースで。ポルトゲースで多分放送に耐えないようなことを言ってると思うんですけれどもね。っていう、ウップス。さあ。ウッド飛び込んだのは斉藤ナナミでした。ナナミですね。最後右足飛ばしたんですけどね。さあここで前半終了です。1対0で日本がリードです。うん、もうあれだけ。プリミナリーコンペティション、アジア、FIFA ワールドカップフランス1998アジア第1次予選グループ4日本ラウンド最終戦、日本オマーン、惜しいチャンスが早速あったぞ後半。そして見えますか皆さん、岡野が出てます。長い髪をなびり、岡野、はい、なびかせてぜひ走り抜けてほしいフランス。ジョーさんはっきり言って、はい、私思うんですけれども、はい、もう今から言っちゃいます。何でしょう。フランスワールドカップ開幕戦3度に、はい、ブラジル対日本しかないでしょう。前回優勝国、これは決まりですから、オープニングマッチは、はい、オープニングマッチブラジル対日本、これいいです、ね、どうですか。いいですね、行くぞ日本、待ってろフランス。かけ間違いが多いようです、皆さんごめんなさい。ファックスのかけ間違いが多くご迷惑をおかけしております、誠に申し訳ありません。おかけ間違いのないようにぜひお願いします。東京03-3497-97173497-9717、そして9718番もあります。そしてインターネットのーメールアドレス、スポーツアットマークテレビ朝日ドット CO.jp です。こちらでも受け付けております、はい、さあ岡野が出てきました。そして秋田が出てます。そしてアウトが誰の代わりなんですよ、はい、カードをもう1枚もらっている井原、安全策でしょう、ね、これはそうなんですよ。ということは3バック、向こう側から鈴木、そして真ん中斉藤です。そして右が秋田、17番入っております。さあこれは山口からロングボールが上がる。さあ岡野、ハンドの主張をする数ですが、さあジョーさん、ここで、ファックス、一つ紹介したいんですけれども、こちらはですね、ちょっと待ってください。来ましたか。ちょっとオマーンの、おいおいオマーンの繊細な攻め、これはシュートです、はい、打ってきました。16番、千葉県船橋市にお住まいの木村雅彦さん、ありがとうございます。日本に欠けているものはイマジネーション、うん、対戦国によっては忠実な戦術だけでは打開できない面が出てくると思う。前席のラモス、バリの選手が欲しい、かっこ斜め中から来たい、また抜群に決定力のある選手が絶対必要。日本の強みは4年前に比べ、ワールドカップに対して夢から現実へと意識が変わったことだと思う。まさにそうですね。そうなんです。夢ではなく現実です。現実です。その現実が来年フランスワールドカップで見られます。さあ19番が抜けて、これはフリーになった。怖いぞ。空振ってくれてありがとう。どうしたんでしょう。オマーンも変わりましたね。11番が7番に変わりました。11番のアルハイディが、はい、サミルに代わって、4番の、アルムハイニが13番のファイルズに変わりましたね。これは11番が7番、結構ミッドフィールダー、そしてディフェンダーを抜いて、フォワードを入れてきました。攻撃より攻撃的な布陣を組んできたオマーン、勝ちに来てますね。勝ちに来てますよ。さあ、まあ、ロングスローありますよ。これ結構ありますよ。長い、うお、これは長い。
このやっぱり2番じゃないでしょうか、アライミ、まずはこの予選で左足シュート2本決めてるんですけど、ロングスローありなんですよ、2番じゃない。しかし先ほどおっしゃったね、はい、ファックスのご指摘にもあった、はいはい、ワールドカップは夢から現実へというのに、やはりこの若い息吹、はい、このアトランタという一つの世界を見た3人が大きく、これは武器となって機能してくると思うんですよね、はいはい、ただ先ほども言ったんですけど、ジョンさん、最終予選本当に経験、まあ、おそらく国際、試合を経験しているとはいえ、はい、半端じゃない削りといいますか、あとテンションですね、はい、見えないところでもいろんな、はい、ちょっと汚いプレーもやってくるんで、こういったものを経験してない選手はどうす、ものすごい削りにどう対応していくのか、うん、それとあとはその何でもやってますからね、体調管理、体調管理、そうです、食事から体調管理から、これはもう本当に総力戦で臨まないと、フランスへの扉は開きません。7月20日アジアサッカー連盟決定ということになります。二次予選の会場が、今のところバーレーンとマレーシアという、シンガポールですか、ね、これ投票で、出場国のフェアな投票で行われるということなんですけど、出場国もうセカンド、皆さん最終予選、突破、国を紹介したいと思います。サウジアラビア、グループ1からサウジアラビア、これはもうアジア最強、はい、と言えるでしょう、言えるでしょう、はい、そしてイラン、 UAE、 韓国、クウェート、中国、カタールという布陣になっています。さあここでまたもイエローです。中田に厳しいチェック。中田のまた一つ偉いのは、このエグいファールされてもあまり取り乱さないんですよ、うん、感情的にはならないですね、スーッとだってまた次のプレーどんどんつなげていく、はい、でもう一つ、以前キリンカップで、さあ、これ止めてほしい、中村キリンカップで、はい、PK を川口が止めた時がありました、ありましたね、トルコの、あれはトルコ戦でした、キリンカップで、はい、そしてみんな川口、トルコ戦でした、はい、はい、川口によって数から7人がみんなこう抱き合いまして、はい、1人だけ、秋田がコーナーですから、コーナーだからみんなポジションにつけようと1人だけ指示を出してたんですよ、うん、クールです。本当にそういったアトランタオリンピックでかなり高いレベルを経験してる中田、さあ突破を見せるか、さあ岡野見せてくれるのか、ぶち抜き、いいパス、ヒッ、うん、こういうところの正確性が欲しい、もう少しマイナス、もうちょっとマイナスが欲しかったですね、マイナス欲しかった。岡野の突破、そしてその後の冷静なボールハンドリング、なかなか見せてくれます。さあここで、結局これ中田が左にちょっとシフトして、岡野がその右前にいるようなコレクションを作るということなんでしょうかね。うん、そんな感じです。でも布陣は361のままだと思います。はい、さあそしてこのナナミと中田のコレクション、これです。ここからそして、あ、狙いに来ましたね。また中田に戻って。いいです。このワンタッチ、ワンタッチいいです。相馬から。ダイレクト。ナナ、うん、相馬です。こちら相馬。相馬。当たった。おお。焦った。俺この角度で一瞬、いやいや大丈夫です、大丈夫ですと本当は言いたくないですね、悔しいですね、入ってほしいんだから。これやっぱりナナミから相馬、これこのナナミから相馬、ナナミからの中田コレクション、はい、右サイドが欲しい、この右サイドが欲しいですね、右サイドが欲しい。さあ後半、おショート来た、落として、危ない危ない、いやちょっときつい、ちょっときつかったですね、今の返しは。今鈴木がゴール前まで上がってましたね、これは残念でした。どうしたんでしょう、永田のボンミスです。今年57歳、はい、鴨監督言ってますね、ある新聞だったんですけどインタビューに、はい、まあ、本戦突破を機会に一種区切りを打つということで、その後うどん屋さんを開きたいという、それはちょっと待ってください、本戦突破を成し遂げた暁にですか、それともやっぱりプレー、そこなんですよ、そこがどう、素晴らしい七海からのパス、動かず、うん、いや、これは七海、中田です、ごめんなさい、カズに通して、この後カズがどうするか、ここで拾って七海、七海、あ、うん、ちょっとまた抜きは無理でした、怖いよ。さあ相馬、サイドをちょっと振るような展開が欲しい、行ったか、これが
フィールドが乾いていれば若干の可能性があったかもしれないという、ちょっとスピードがかかって止まったか。さあここプレスしたい、ここ取り返したい、後ろに戻して冷静にオマーン伺う。うわ怖え、188センチ、いや185センチですね。さて、情報が入りました。今あのファックスがですね、ファックスがあの誰かあの他の方の家に間違えて結構言ってるようなんで、ジョンさん、ここは二人とものもお詫びを申し上げます。誠に申し訳ありません。間違えて届いてる、皆さんのですね、申し訳ありません。熱い思いがちょっとこぼれております。ファックスが、個人宅に、はい、個人宅に誤って届いているという、状況です。誠に申し訳ありません。番号は正確に皆さんお願いします。0334979717。さあ日本のチャンス入るか。さあここでもう一度見せてほしい。これはオフ、あ取りませんでした。はい、もう一度番号です。0334979717もしくは9718にぜひ東京03お間違いのないようにお願いいたします。そしてご迷惑をおかけて、おかけしております。誠に申し訳ありません。ファックス番号はご覧の通りです。3497-9717もしくは9718番です。おかけ間違いのないようにお願いします。うわっ、鶴田相手も両足タックル来るよ。まあ、スパイクを見せてはいけないという当然です。終わりです。あ、リアルが映ってますね。まあ、一応大事を取ってということになります。ヤロー1枚あるし、さあうまくトラップして、さあこれがいい風でつながりました。この後さあチャレンジするか。よく見ていた中田は、よく見ていた。カズトラップ、ちょっと中に入りすぎましたね。した、残念。これはよく見てた。これねいいですよ、この内側に入っちゃった。ただあのディフェンダーが相当寄せてきてましたからね。寄せてきた、角度消してたなんだけど、最初ダイレクトどうなんでしょう、ジョンさん。いや、ダイレクトはちょっと入りすぎてましたね。入りすぎてたかな。オッケー。さあこれを拾ってほしい山口。危ない危ない、岡野取りに行かないと、立ってちゃまずい。ここで加茂監督が岡野に期待しているというのは当然指示があると思うので、岡野がどうそれを、パフォーマンスできるか。さあここで拾う山口、ナイス切り返し。さあどうしたどうした、フォローどうしたよ。ちょっとこういう、まあ50-50ですよ ね。風がね結構あのメインスタンドからピッチを見て右から左かなり強い風が吹いてるんですよ。ですから日本は逆をついての攻めということになります。ああいったロングボール結構戻されることが多くなるんで、どうなんだろう、足元系のパスがいいのかなという気がしないでもないんですけど、あまりロビングはうまくいかないでしょう。戻っちゃう、うん、さあキーパーはアル・ギラニ188センチ。さあ抜けてきた。うわ1対1になっちゃった。後ろへ流すか、いや強引に来る。斉藤 OK、 ちゃんとこれは入った7番のフォワードサミルのプレーでした。しかし2列目をちょっと日本は追い切れてなかったような気がしますね。スタジアムはカズコール。いや本当皆さん総立ちですよ、サポーターは。ぜひその声に応えてほしい日本。そうですね、もっともっと点が見たい。おまはいはい、サンキュー、はい、来たよ。この後どうするか、こアイコースター中田、あーこれは素晴らしい。おいや、いい狙いじゃないですか。素晴らしかったですね。インサイド中田見てる、中田は見てる、ね、あどうしたんでしょうか。嘘だろ、これはどうしたんでしょうか。数に今ヤローカードが出てる、これを引っ張ったからですね。今バックスを引っ張ったから、しかしこれはイエローはないでしょう。きついな。それもね、審判の目の前でやっちゃった。どうなんでしょう。あ、これはシュー、これ狙ってましたね、ニア、あでもキーパーもしっかり抑えてました、まあ、要するにファーサイドだとかなり角度が えぐくなるんで、はい、よく見てます。キーパーアルギラニ、カズイエロー、カズイエローは選手を引っ張ったということなんですけど、あこれはあまりにもくだらない。うわない、さあこれが通るのか。
さあ川口見ている正確なフィード、ね、結構正確な中田トラップがちょっと、はい、おいやこれはパスだったのか相馬への冷静さあ七海2 1さあうわこれは肉弾戦さあこの後ですよこの後戦いきましょうこれが世界の現実山口ぴったり並走して、はい、最後まで最後まで素晴らしい山口ただちょっと山口納得がいかない感じ山口の、代表初、出場というのは確か山口は、はい、インターコンチナイジェリアそうです、ね、3点差で日本が敗れた試合がデビュー戦でしたこれ確か鴨さんが初めて最後、振った試合で山口を選ばれた95年の1月の6日山口も完全に定着してますよね定着してます96年 J リーグベストイレブンに選ばれています入ってますフリューゲルスですはいフリューゲルスですはどうもそろそろ CM ですこの後もまだまだ続きますプリミナリーコンペティションアジア98アジア第一次予選グループ4日本ラウンド最終戦日本対オマーンむせましたね今むせてますウーロン茶飲んでいえいえ大丈夫ですかコーヒーだったんですけどあ失礼しました、はい、さあ、前半あごめんなさい行くぞ日本待ってろフランスですこちらです皆さんくれぐれもファックス番号を、ま間違いのないようにお墓間違いのないようにお願いいたしますさあ後半15分を過ぎましたさあここでオマーンのコーナーキック確実に止めてほしい川口飛んだこれは相手フォワードからのチャレンジもありませんでした全くノー問題ノー問題ですさあこの試合無失点だと松永が記録した無失点記録確か抜くことになります抜くこと5試合連続でしたっけ要するにワールドカップですよねそうですね、はいはい、ワールドカップ予選このは6試合連続で無失点、はい、記録です堂々の記録です川口ぜひ達成してほしいですね95年の J リーグ新人王97年今年のキングズカップでデビューでしたほろ苦いデビューそうなんです、ね、実はスウェーデンに 1-0 で敗れたという試合でした本当そういうのを全部バレにして安定したキープ力を見せてくれてます川口相手のミスキックに助けられますさあこの速いフィードちょっとんいや素晴らしいうん狙ってくな相手のディフェンダーがどんどん狙ってきますね待て待てキックでただこれもその、はい、サポートが2列目のサポートがないところでそのよく日本は孤立がちじゃないですか、はいはい、フォワードが、はい、持ったまま2人しかいないというような状況そうなんですよあのいいパスが通ってもじゃあパスの選択肢があまりなかったら結局その長いフィードも意味がなかったそういうことですその緩急使い方今日はあまりスローイングをしてないですね川口はそうですねそこの後どうなんでしょういや本当世界のレベルから見てみるとこの時間帯はこういったプレッシングこういった攻撃パターン、はい、さあ今勝ちに行くパターンといろんな時間帯によって攻撃あるいはディフェンスの仕方を変えてくるんですよね、うん、そうです、まあ、特にゲーム運びということなんですけどそういうイメージを持って臨むことができるのか日本だから日本はこのもうちょっとカラフルないろんな戦術パターンが欲しいなっていうのは否めないですねさあこれは岡野がファールを誘ってカズ岡野のゴールみたいな本当にさあ山口に戻してこれはいいですいいですいいところにいいですあこれは完全なミスこれはそのままいけない迷ってしまいましたねここでも空振りさあここですよこの後半のボンミスを絶対なくすという集中力コンセントレーション欲しいなこれはアウトになってしまいました体力的に秋田のプレー疲れてきた時にミスをしないこの強さみたいです、うん、さあ井原がもうベンチで見てますねイエロー1枚を抱える井原は大事を取ってということになりますいや本当にさっきからウルトラス日本サポーターをはじめ、スタジアムに駆けつけているサポーターもうカモ日本コール日本コールやめませんよ本当すごいこれもちょっと明確ではないプレーでした中村20番が割と起点になっている、はい、アルマーリですねここもオマーンが拾いますなんか
こういったところでオマーンになんか元気づかしちゃうと怖いな。これは来た、嘘だろ、入ってしまった。おい怖いと言った矢先に、これは怒りますよ。これはちょっと爪がどうしたの。これは爪でした、ね、一瞬の注意と言いますか、集中が書いたのか。バックスですね、バックスがちょっとタイトなディフェンスができてなかったってことでしょう。あの、ね、前に行かれちゃったんですよ。これ見てみましょう。こうですよね。ここで一人完全にフリーにしていましたね。油断でしょうか。これは要するに2人で行ってしまったんですね、秋田が。いや最後斉藤が残ってたんですけど秋田行っちゃったか。それにキーパー川口も逆を取られた形、触ったんですけどね。さあ今同点に持ち込まれました日本。いいんですか。良くないですね。これはちょっと、いやこの1-1がなんかムカつくな。はいはい、こういったところ大事にものすごい来た。中田狙った。いやこれは狙ってないでしょ。狙ってませんね。これはゴール前のパスですね。カーブかけて、もうちょっとマイナスが走り込みを期待しています。明らかにカーブをかけたつもりなんだけども、芝が濡れているから回転がそれほどかからない。でもね、これいい狙いですよ中田。さあクリエイティビティ、中田発揮して、これが中田のキラーパスですね。ダメ押しの点が欲しい。64分、オマンのサミルのゴール、これですね。これが2人が行ってしまいましたね。でも左足よく合わせましたね。 いやいいシュートです。敵もあっぱれ。身体能力高いです。これがもっともっとすごいんですよね、最終予選行くと、はい、こういった一人一人の個人能力が、中東は個人技が、うわこの後どう強い日本を見せてくれるのか課題ですね。さあ噛み合わないのか。まず日本、ここで慎重に来るのか、オマーン、それともやっぱり攻めに、これは来ますね。こういったのもどん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 つなげてきますね、オマーン。さあここで打開するために、ちょうどまたちょっと津波さんに聞きたいですね。打開策の一つとして、ちょっとこういうボールが拾えなくなってくる日本、そうすると厳しくなります。さあそうするとこのまま、後半このまま 1-1 でいくと、当然鎌監督アタッカーというか攻めの部分で考えなければいけない。しかし画面が出てくるんでしょうか、ね、岡野を入れてますからね。そうなんですよ。さあその岡野、いや今の4人いるんですよ。でカズと岡野だけが攻撃参加なんですよ。まあもう一枚いましたけれども、さあ、ね、こういうところの空白地帯、前半は数的優位を作ってたんですけれども、後半、いやこれオマーンかなり調子がついてきましたね。今のは取ってくれましたレフリー。今のはボールの位置が日本ボールですね。主審はボールを早く出してスプラマニアムさんです。ちょっとしかし山口焦燥の色が濃く見えますね。あやだな。さあここでボールが2つ入ってしまったからですか。リプレイですね。なかなか珍しい、ボールが2個。日本コール。さあ日本コール。いや本当私たち、そしてサポーターの声援で本当に点入れてほしい。ここはやっぱりパワーを送りたいですね。我慢の時間帯、23分、本当にパワーを送りたい。さあこれを絡んでくれ、はい。さあ中村のスローインからどういう攻めを想像できるのか日本。さあここで七海、はい、左足。七海いる。さあここに山口、さあ来た来た、中村ファーストタッチ。これはちょっと戻して中田へフィードっていうところを見たかったですね。この山口いいじゃないですか。ここで惜しかった、スネトラップ。どうしたんでしょうか中村。さあ七海の、さあこれは七海の初めてのコーナーキックじゃないですか。七海が担当するのは、さあカブかけていい感じ、いい感じ、ゴー。これはミスキック。しかしまだインプレー、インプレー、インプレー。いいな、
しかし向こうは3人で寄ってきますからね、オマーンはスピードありますよ、というか運動量、うわー怖い、スピードあるな、なんか抜かれてない、抜かれてます、バネが違います。さあ鴨さん、こういった時どういう指示を出すんでしょうか。特に交代の様子はないですね。さあ中村からちょっと厳しいパスコース、これは川口でしょう。相馬が走っている、そこへ手でのスローイング、フィーディング、フィードして中に戻して、山口、さあここで中田、相馬にパスか、いやこれは抜けてきた、スルーパス、まだロスボール、シュート、相馬、納得いかない顔、そりゃそうですよね。これはしかし P、 中田ですよね、中田からこのいいスルーパス、任せるぜ本当に、いやこれは叩きつけてほしかった。しかし飛び出し素晴らしい、アルギラニ、いやでも本当、かなり救ってます、ギリギリの本当ところ中田ついてきますね、スルーパス。さあここでファックス、はい、一つ紹介しましょう。こちらはですね、ちょっと残念ながらお名前なんですが紹介します。後半笠上に立ったオマーンの放り込みにどう対応するのか、まさに、続けます、カタールの時のイランもとにかく放り込んで当ててきた、こういった単純だが効果的というやつに日本は弱いところあり、まさにこれです。それも後半入ってきた秋田、守備の意思の疎通がうまくいかなかったのか、斉、はい、藤にはその守備陣を統率する能力がなかったのか、どうなんでしょうか、コーチングがあったのかどうか、ちょっと厳しい状況です。さあ七海の左足、七海の左足、ゴール前、ゴール前、これはオマーンも死に物狂いで本当にディフェンスしてきますからね、これ破ってほしい、はい、後ろにいる、はい、サンキュー、岡野なんかびっくりした様子が、ちょっと悔しい、意外なところに落ち込んでしまったのか、落ちたかというか、さあ、はいはい、さあこれはもうインプレーです、インプレー、これは最後シュートだったのか、どうしたんでしょう、あこれですね、追いつけませんでした岡野、あ怖いぞ怖いぞ、今風上にいるのがオマーンですからね、どんどん放り込んでくるでしょう、放り込んできます、先ほどのファックスメッセージのように放り込みに強くなってほしい日本、しかしこのフィードは、同じようにちょっとペースは合わせているような気がしませんか、日本どうでしょう、オマーンの戦い方に、ちょっとやっぱりさっきも、はい、その相手の川口のフィードはいいんですが数は1人しかいない、こういうところどうするのか、さあ相馬が得意の形で抜けてきた、抜けてほしい、今のも寄りましたね、この前それに対してカズと岡野もう一枚欲しいところ、これは秋田ロングスローあるんですが、これはさあ中田いいところで、いやちょっと今のは難しいですね、さあ山口ヘッドで横に流して、しかしさらわれるか、早めに早めに早めにチェック、早めにチェック、裏を狙ってきた、こいつが早いんだ、またこいつがナイスカット、かろうじて7番のサミル、秋田スピードあります、秋田から秋田、これですね、さあまた放り込んでくるのか、あ向こう側手を挙げてますよ、気をつけて、はい、トラップ柔らかい、イージーに上げちゃったよ、おい、あ今ファウルじゃない、今のちょっとデンジャラスプレーのような気もしたんですが、さあちょっと浮き足立ってるか日本、回されている、耐えてほしい、走り込んでる一人いる、これを拾わないとダメ、これを繋がないと、アップアップの状態ですね、ちょっとね、クリアで、さあまた一人走り込んでるのが怖い、あ放り込んでくるな、全部、そして2列が全部拾う、気をつけてシュート、10番165センチ、アル・アラウィ、これなんとなく左サイド変調気味、日本の狭い、ね、ちょっと左サイドから、崩されてる、中田、はい、これさあ山口得意の、ああ当たった、これはディフレクションです、はゴールかという気もしたんですが、これはコーナーキックになりました、ディフレクション、29分を回ります、さあでも
ここは冷静に特に焦らず、同点だからといってまだ時間はたっぷりあります。それほどなんか焦る必要は全くないです。こういったまたゲーム運び、今はさっき城さんが言ったように耐える時間を耐え抜くことができるゲーム運び、リズムを取り戻した時のまたゲーム運び、密体、そういった意味でまたちょっと重なり気味か日本の攻め。おー、足上げてくるよ。ゴールキーパーはアルギラニ、188センチ。今日なかなかファインセーブ連発じゃないですか。そうですね、身体能力本当に高いですよね。カンフーパンツ翻ってます、翻ってます。さあこれを拾いたい日本、柔らかい、いやなんか相手持ち味出してきた。これはファールでしょう、岡野。はいはい、これいいですね。これはファール。さあ岡野が右サイド、何を焦ってるんでしょうか。ちょっと中田パスの美学に酔いしれすぎてるか。難易度高いものを放り込むのが証明ではないぞ。ただ城さん、そういったまた、まあ、リスクのあるパスが、まあ、切り開くんですけどね、何本かに1本取ってそれが手に結びつけば、それは今のはファールか、さあちょっと押し込められている。さあここ大事にいきたいですね。また相馬が空いている。しかし抜き直して山口、中村戻して、このミッドフィルダー、さあもう6人いるという、7人、8人いるエリア。これが怖い。コード取られた後3バック見せてほしい。どのように対処するのか。戻ってきましたね、ハブが。早い戻り OK。 しかし見てるんですが、中盤のそのオマーンの第2列、うん、それを潰さなければいけない日本の中盤の戻りが遅くなりつつある。ね、今ね確かにほら来た、85センチ。やらせんのやらせんの。アルアイミから、いやこれは2番突破する。ナナミどう突破。これは、しかし向こうもどんどんかけてきますね。アルアライミでした、2番。日本のゴール前に立つのはハッサン、185センチ、180センチですね。ごめんなさい。ロングスローが武器、7番、入ってきたばかりのフォワードサビル、これが低い弾道でヒュッと入ってきます。さあここ何としても抑えて、ボールも伸びてくる。さあ後ろへ出してもこういうロングシュート、枠行きましたね、枠行きましたよ。打ったのは3番でした。ああいったシュートをどんどん打って自信つけちゃうんだ、はい、これがアルマフルーキのシュートでした。その自信が怖いんです、はい、とりあえず枠に行くということで、うん、再度トライしてみようかなという気分になるわけです。自信怖いですよ、自信。そして一度あの、はい、枠に行ったというあの足の感触、ね、覚えていればそれをリピートできる。入るんじゃないか。日本はちょっとミドルシュート、今日はちょっと見られないですね。さあここ風が絡んで、はい、初球、取りました。さあ岡野スピードを見せるか。岡野抜い、あー、これやる、これはイエローか。いやー、出してほしい。お、出ますか。6番のアルマズロイ出ますか。注意だけか。注意だけで終わっちゃった。岡野監督出ましたね、出ましたね、イエローが出ました。鴨さんも出たし、イエローも出た。あ、出ましたね。さあセットプレー、怖いのが向こうはイエロー出ようが、まあ、ある程度最終予選を突破できないということで、中村を呼んで指示。ラフなプレーが怖いですね。もらってもなんかそれほどダメージはねえやって感じの。さあ来た、来た、押しすぎる連携プレー。依然日本対オマーン1対1です。悔しいです。Preliminary Competition AsiaFIFA ワールドカップフランス1998、アジア第1次予選グループ4日本ラウンド、日本対オマーン。ちょっとピンチの日本、クリア、山口、行くぞ日本、待ってろフランス、パクスお待ち申し上げております。かけ間違いの、おかけ間違いのくれぐれもないように、0334979717、もしくは9718番です。さあここから見たい。
生、先ほど秋田のヘッド、そして絡んだ数、はい、惜しかったんですが、実は秋田は数少ない中東相手のゴールゲッターなんですよ。入れてます、決めてますよね。決めてます。フレンドリーマッチサウジアラビア戦でヘッド決めてます。中田どうした、今かなり、ピッチを蹴って悔しがったんですけれども、さあそろそろ10分を切るという状況になります。抜けられたのか、あ今も抜いちゃったの。16番のハッサンから戻して誰もいませんでした。さあこの50-50パスが怖い、相馬のちょっと緩慢なプレー、これがスルーすると危ない、ちょっと見合ってしまうという状況。皆さん風の強さがお分かりになりますでしょうか。高く上がったボール戻ってきます。ところがオマーンサイドにしてみると、これがどんどんボールが進んでいくという感じになります。オマーンにとっては日本サイドへ蹴り込むとスーッと進みます。さあジョンさん、ここでですね再びまた津波さんにつながってます。津波聡さん、もしもし、もしもし、津波さん、なんだか入れられちゃいましたよ。良くない、良くないね。そこからだんだん本当にオマーンペースになってるんですけど、どうなんでしょう。ちょっとバックスの連携が、連携があれば井原が大丈夫って出ない出なかったって出ちゃったってことでね、はい、まあ、新しいメンバーでやればありがちですよね、はい、まあ、そういうことも、なるほど、井原を下ろしたんでしょうから、それはいいんですけれども、はい、ちょっとこのリズムの悪さっていうのがね、悲しいものがあります、ね、なんか問題はその1点入れられた後どのように修正できるのかという、なんか今一つもう後半になってそのオマーンのそのプレッシャーもややこう甘くなってきてるわけだし、怖い、そこで、バタバタ慌ててる必要は全然ないですよね、はい、いや今のも危ないな、今のもめちゃくちゃ危ないところでした。もうなんかこう縦に急ぎすぎる選手が多いって気がしますけど、なるほど、一つ誰かがこう中心になってね、少しパスを横に横パスを少し多めにして、はい、落ち着いてひたひたと攻めようぜというそういう声が、ね、はい、あるとまた違うんですけど、井原がもう出てってしまってるし、はい、数は前線の選手ですから、はい、まあ、山口あたりが押し切ってもらってですね、チームをその一人で統括するようなそのプレーを見せてほしいですよね、はい、それと一つで落ち着きが出ますから、それと、はいはい、それとオマーン疲れを見せませんね。まあ大したもんですよ、頑張ってますね。さあ今交代がありましたね、10番に代わって8番のアルシャビが入ってます、ミッドフィルダーまた補強してますよ、津波さん。オマーンはミッドフィルダーまた新しく選手入れました。もう、ね、元気なバン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 入ってるから怖いな、それに、まあ、いでもね本当、まあ、実力的には日本の上なんですからね、はい、少しこういなすような感じで、うん、落ち着いてこうボールを回してる間にね、はい、相手が疲れてきますから、はい、同じようなペースでやったら損ですよ、うん、そうなんですよね。ちょっと なんとなく焦って前前っていう気持ちは分かるんですけれども、全然問題ないですからね、別にも変な話では負けたって関係ないんだからゆっくりこういい試合をしなきゃいけないですよね、はい、10月に向けたそのいいリズムのある、ね、いいプレーを見たいですよね。こういいイメージを津波さんやっぱり見せて終えてほしいですね。そうですよね、ちょっとこのままだと本当に、代表の不安っていうのはさっきの話じゃないですけど、結局ね、はい、言われざるを得ないような、何も焦ることないんですよね。え、焦って攻めにどん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 長い、ロングパスとか対応することないんでしょうね。全然問題ないですよ、ね、うん、もう横パス入れてしたったと、はい、相場に出たら相場って別に縦や上げる必要ないんです、スピードになったらセンタリングの質は下がるんだから、はい、無理そうだったら切り返しってそういう形でいつものプレーをね、アントラムでやってプレーをしてくれればいいんですけど、はい、やっぱりこうなんかね勝って終わりたいとかいろんなのがあるんで、もちろん勝たなきゃいけませんけども、はい、もう少しこう大人のプレーをして、さあ岡野が、わかりました、津波さんありがとうございます、はい、ありがとうございました。珍しく厳しいのできました。さあ岡野が果敢にねいろいろこうペースをつかもうと、うん、なんかやってくれるんじゃないかっていうシーンをね絡んでくるんですけども、さあどうしてもフィニッシュができません。じっくり攻めることができるか日本、津波聡さん、はい、さあ、はい、しかし、はい、これははい、あー、パスだ、もうオフサイドフラッグ上がってます、上がってるんですけど審判はどうなん、これいや流して流してそのままゴールキックにしましたね。あ、さあ、うん、岡野コール応えることができるのか。
さあもうすぐ後半40分になるところです。現在1対1、一瞬の隙でオマーンに、同点にされています日本代表。おっと危ないぞ、はいはい、大丈夫です。さあ津波さんの指摘があったように、うん、そうやって頑張って焦ってプレーするよりは次につなげるようなプレーを見てみたい、どういうアイデアがあるのか、こういう厳しい時間帯どういうプレーができるのか、はいはいはい、こういったミスものにしたいですね。でもとにかくいい、ちょっとしかしな、はい、こういうつまらないパスミスが後々効いてきます。こういったあたり、さあさあ見たいですね。冷静なドリブリングからここに抜けていた、はい、ちょっとマイナスに入っちゃいましたね。中村がそうですね、中村の後ろのスペースの方に中田フィールしたんですけど、これがとにかくリズムだけは取り戻したいですね。ちょっとこっちのコントロールかにも置きたいんですけどね、さあ七海がなんとなく消えてますね。あ、そういえばどうしたんでしょうね七海。さあその七海から中村、これかやっぱりこれ狙いか、どうなのかな。さあ拾えるか、ここです。カンフーキックでのクリアでしたね今のは。これは日本ボール。中田、ちょっと映る場面が多いんですよね中田、非常にオンエアで映る場面が多いんですけども、もう一つまたキラーパスが見たいところですけど、さあ、はい、はい、中田、はい、ここにする、あ、ないか、ちょっと飛んでしまいましたね。この演技は拾ってくれませんでしたレフリー。ボールが出て日本、さあ、あともう5分ありません。鈴木が映ってます。外すため初出場という鈴木、ちょっとさっきのゴールは悔しいでしょうね。さあ中村から胸トラップで山口、さあ防衛の、ボールのちょっと支配率が高くなりましたね。逆サイド振ってここに秋田、はい、はい、はい、岡野、さあ中にいない、向こうのプレッシャーも出すところがない。もうちょっと七海中に入ってきてほしい。向こう の, あのプレッシングの本当死に物狂いのようになって、いい意味でこれあの最終予選のシミュレーションみたいな形で感じ取って崩してほしいんですけどね。アイデアがない、ちょっと展開力がない日本、攻撃の多彩なパターン見せてほしいということで、当然鴨さんは布陣を変えてきてるわけです。ジョーさん、なんかあのいい位置でのとりあえずフリーキックが欲しいですね。まだないですね今、数当たってますからね。バカスカに当たってますからねフリーキック、欲しいな。しかしそのためにはやっぱり決定的 な, な決定的な、今のも危ない、今のも1対1だ、中途半端なパス、1対1だったな。プレッシングはオマーンの方が鋭い、はいはい、さあ岡野のスピードに行った、今のはヘッドに当たったかって間に合うか、岡野ボールはタッチに流れました。沸きます、国立競技場、43分、さあ空いた七海、こういうのがもったいない、疲れてしまったのか七海、どうなんでしょうか。さあこれはファールを取りました。今はラインズマンとは言わず副審と言いますね。そうですね。さあ残り時間少なくなりました。このまま1対1なんでしょうか。気持ち的にはやはりこのままは絶対に終わりたくない、最終予選にいい気持ちで、あるいは残り3試合で調整ですからね、はい、ブラジル戦、韓日戦、そしてジョモカップ、ジョモカップがあります、外国人選抜チーム、はい、3試合しかありません。また、いい意味での調整ということで、だからそういったあたり考えると、もうこの疲れてしまっているのか日本、どうなんでしょうかね。さあ中田、はい、どうし、しかしプレッシャーが高い、プレッシャー度高いオマーン、最後までガッツがつきます。しかしちょっと中田の、
悪い臨時ニュースが入りましたね。中田の悪いパターンがなんかちょっと出そうな気がするんですよね。この後なんかこうジレンマに駆られて、はいはい、中7にもちょっとイージーミスがありますからね。ちょっとなんか悪いパターンの日本が出てきちゃうのが残念ですね。最後の最後までちょっとレベルの高いところを見せてほしい、はい。さあこのフィード、さあこれも、うん、拾うことができない日本、2列目も無理。しかし相手のこのボンミス、うん、さあラッキーに転んできたボール、さあ岡野が知ってる、さあいや今のはオフサイドじゃないという気もするんですが、まあ、オフサイドというコールです。さあ戻りましょう、プレーオンプレーオン。さあロスタイムです、皆さん、はい、松見総立ちですよ。その声援を、しかし今のはもろ出しにオフサイドでしたね。ジョブさんいいですね、もろ出しっていうのはいいですね。いやもう考えられないほど丸出しでしたね。さあ川口が上がれと言っている、もうロスタイム。当然ボールは戻る、風下の日本代表。そしてさあ何かキラリとするもの見せてほしい。1分入りました、もう中村がいる、ロスタイム1分。さあおー、まず落として、決まった、決まらない、スタンドバグてる、どうしたんだ岡野、これは信じられません。これは岡野出た意味が、ここのうわあまりにも土正面、これね、これは頭を抱えます。ナイトメアです、ナイトメア岡野、今日明らかに、ね、眠れないでしょう。ゴールキーパーのアルギラに止めましたというか、岡野のシュートが止められるようなシュートです。さあここでさあ喜ぶオマーン、これが象徴的なシーンです。ベンチから飛び出して拍手しているのはオマーンの選手、ね、国立競技場は大ブーイング、1対1。鴨さんの口からはしょうもないという、なんとなく独身術使えない。こっちも納得いかない表情、ああ怒ってる怒ってる、おそらくご覧の方々もかなり納得いかないところもありますが、最終予選突破です、決まりました、日本二次予選突破は決定。さあ結果 1-1 です、ジョンさん。足取りが重い日本チーム、1点入れられてからの日本代表、あまり褒められたものじゃなかったですね。それにやっぱり心配なのは1